はい、こんにちは。おばあちゃんの前原です。はい、今日はですね、ベイブレードバーストの動画なんですけれども、こちらのですね、超絶改造ガイドね、これにのっとって改造して、今日は対決していきたいなと思います。ではまずこちらですね、ジェットアキレスゼロヒットボルカニックですね。はい、こちらはボルカニックドライバーだからね、暴れまくってレイヤーの2つの金属剣とフレームで相手を突き刺すバースト特化型の改造だってことですね。はい、続いてエンペラーコロネウス8クロスウェッジですね。はい、これはディスクとフレームで強力な遠心力を生み出して、ドライバーの尖ったメタル素材で超持久力を生み出すスタミナ系の改造ですね。はい、続いてウィニングバルキュー2グレイブヤードですね。はい、これはドライバーで防御力を強化して、バトル中央で強烈なカウンターを加えるディフェンス系改造ですね。これね、これも強そうだね。かなり低いもんね。はい、じゃあそれぞれスーツをしていきましょうか。まずはジェットアキレスゼロヒットボルカニックからいきます。おー、シュート。おー、暴れそうだな。やっぱそうだよね、ボルカニックだとこうなるよね。続いてエンペラーホルネウス8クロスウェッジでいきますね。おー、シュート。暴れた。あ、そうだよね、こんな感じだよね。じゃあ最後にウィリングワルキー2グレイブヤードをシュートしていきたいと思います。おー、シュート。重心が低くなったからまたちょっとアプローチが変わりそうだな。じゃあ対決していこうか。はい、では私は Z アーティですゼロヒットボルカニックでいきます。はい、僕はウィニングバルキー2グレイブヤードでいきます。 3,2,1 おっしゃ。さあボルカニックいくぞ。あらー、わおわお、わお、わお、僕はそんなに暴れなかった。でも当たらなければこちらの勝ちじゃ。そうだね、これは厳しいね。最初にこれ外側に追い込まれたらダメ。 3,2,1 よし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 まだいける。あー、ダメだ、もうスタミナない。あー、うち。はい、続いてはエンペラーカウンネス8クロスウェッジでいきます。はい、3,2,1 おっしゃ。なんと3,2,1 おっしゃ。さあさあさあ、ディフェンス対スタミナ。あー、やばいやばい、なんかやばい気がする。大丈夫かな。あー、じゃあウィニングバルキー強いな。お、あ、やばい、勝った。なんだ、3,2,1 おめえ、うん、ちょっと微妙微妙。よしよし、ウェッジウェッジ、スタミナスタミナ。あ、スタミナになった。スタミナはある、スタミナはある。ほら、あ、よし。あ、じゃあベイ変えます。私がウィニングバルティ2グレイブヤードでいきます。はい、じゃあ僕もベイ変えてエンペラーフォルネウス8クロスウェッジでいきます。はい、3,2,1 おっしゃ。うわー、おいよー、3,2,1 おっしゃ。また飛ばせ飛ばせ飛ばせ、いけるいけるいけるぞ。うーん、いける、よし。おいおい、3,2,1 おっしゃ。よし、うわー、危ない、危なかった。耐えたけど、さあスタミナ持ち込まれたけど大丈夫かな。根元攻撃、根元攻撃、うわー、根元攻撃、やばい。あー、よし。じゃあ僕はベイ変えて絶対キレスゼロヒットボルカニックでいきます。はい、3,2,1 おっしゃ。ヘイヘイヘイ、頑張れ頑張れ、危ない、アタックアタック、よし、うわ、おい、効かない効かない、おい、3,2,1 おっしゃ。うわ、動きして違う動き、よしよし、あー、よし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 、やばい、真ん中に、よしよしよし、こうなるともう勝ち目はないですよ。うわー、よし、3,2,1 おっしゃ。なんかバーストしたいね、バーストしたい、よし、追い出せちゃった。
じゃあ最後の私はエンペラーフォルナーズ8クロスウェッジに変えます。はい、3、2、1、ゴーシュッ、3、2、1、ゴーシュッ、3、2、1、ゴーシュッ、いけ、よっしゃ、逆に追い出したぞ、3、2、1、ゴーシュッ、おっか、うわー、この破壊力あるなコーナーからね、一気に、よいしょ。はい、ということで今回はベイブレードバーストの超絶改造ガイドでバトルしてみた、でした。はい、ということで今日の動画が面白かったな、気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということでこの結果はウィニングバルキリーということで、この改造なかなか良かったね、うん、ウィニングバルキリーも絶対秋ですもん、なかなか強かったと思いますね。そうだね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。